出発進行！
おう、あと一歩だね。え？あれ？だからここに来たんだよね。ほら、写真。そうそう、これこれ。この屋敷へ出発。あ、はっ、せい、はー、とどめだ、せい、
受けてみろ。せいや、終わりだ。受けてみろ。せいや、受けてみろ。大丈夫か？どうしたんだ？カイリを探しに来たんだ。そしたらあの白い奴らに襲われて。危ないな。ハイネたちが責任感じることないのに。そんなんじゃないって。友達がひどい目に遭ったんだぞ。そうだよな、みんなもカイリの友達なんだよな。この屋敷に怪しい奴らが出入りしているって噂なんだ。私たちここがもう一つのトワイライトタウンの入り口だって考えたの。もう一つのトワイライトタウン？グーフィー、君が持っているクリスタルボールを見せて。その袋、私の手作りなの。世界に一つだけしかないはずでしょ。これはソラがサイファーからもらったやつ。こないだ忘れていっただろ。サイファーのトロフィーは世界に一つだけ。クリスタルも赤、青、黄色、緑、全部一つずつのはず。でも君たちは持っている。なあ、どこで手に入れたんだ？袋は王様からもらったんだよね。中身は電車賃とクリスタルボール。王様はどこで手に入れたのかな。な、きっとこの町と同じ場所がもう一つあるんだ。オレットの袋やトロフィーはそこから来た。そう考えれば全部解決。何が解決？こっち側にないものはあっち側に行っちゃったんだよ。帰りもね。そうか。
セムの居場所が分かったんだ。本物の賢者アンセムのね。一人で13機関の本拠地に行ったんだって。俺たちはカイリーの居場所が分かったんだ。多分正解。君たちはどうしてここへ？誰かがヒントをくれたんだ。誰？そらは陸かもって言ってたよね。そんな気がしただけだよ。ソラがそう思ったならそうなんだろうね。陸は元気なんだ。ソラがそう思うなら。王様、そろそろ知ってること話してよ。僕からは何も言えない。王様、なぜなんです？約束を破りたくないんだ。陸と約束したってこと？やった、陸にも会えるぞ。え、陸って？親友なんだ。なるほど。王様、ソラたちに渡した袋は陸くんからもらったんですよね。何も言わない約束なんですよね。困ったな。うん、行こう。カイリー、リク、待ってろよ。はっ、よっ、はっ、やっ、よっ、やっ、やっ、はっ、ほっ、よっ、
これだ。やった。どうやって使うよ。僕に任せて。いいぞ。これこれ。あ、どうした。パスワードがないと、これ以上は。何か知らないのかい。ヒントは？ヒントはこれだけだったよね。あ、甘くてしょっぱいアイス。ドナルドが食べちゃったやつだ。写真と一緒にアイスが置いてあったんです。それだ。賢者アンセムはアイスが大好きだった。ねえ、そのアイスの名前は？やった！行こう。ここは俺たちに任せてくれ。帰りによろしくね。了解。あれ、元の場所？ああ、ここはもう一つのトワイライトタウン、ロクサスのトワイライトタウンだ。どこかに闇の世界への入り口があるはずだ。手分けして探そう。よっ。これだ。いよいよだね。
何なんだここは。どこ行けばいいか。リク、カイリー。なんていいから行けって。大丈夫か。俺カイリをさらったのに逃げられちまった。その後カイリはサイクスに捕まったらしい。サイクスってのは13機関のメンバーだ。記憶したか。だから早く助けに行け。邪魔するな。敵に回すとたまんねえなこいつら。反省したか。いや俺強いから見てろよ。お前、消えかかってるぞ。まあ、俺の全存在をかけた攻撃だからな。仕方がねえってもんだ。つっても、ノーバディは存在しないものなんだけどな。まあ、気にしないで。ほら、帰りのところへ。ああ、忘れてた。帰りにひどいことして悪かった。そう思うなら帰りに直接謝れよ。ダメだ、心がこもってないからな。俺心ないもんお前何をするつもりだったんだ。ロクサスに会いたかった。俺あいつが好きだった。あいつといると俺にも心があるみたいな、そんな気になったんだ。お前にも感じる。同じ。帰りは城の牢獄だ。ここから行け。アクセル。この先が。
分と空席が増えちまったな。アクセルの悪あがきを楽しみにしてたのに、やたら素直に消えちまうしよ。彼は満たされたのかもしれんな。己の存在をかけ何かを手に入れたのだろう。おいおい、俺たちは存在しないのにどうやって存在をかけるんだ。賭けのルールに反してるって話だ。そう、アクセルは存在しないものをかけ、おそらくは勝ったのだ。彼らしい鮮やかなイカ様と思わんか。くだらん。奴が手に入れたのは無だけだ。アクセルは心を持たない虚しさに耐えられず、心に引き寄せられて破滅した。奴は弱かったのだ。だが弱さによって目覚めるものもある。見えるのだよ。アクセルは空の心を揺さぶった。空と共にある彼が目覚めるのではないかな。カイリは城の牢獄にいるって。うん、まず城への道を探そう。